佐々木国5月4日から1964年9月22日は日本の作家、英文学者。弟、純造は立教大学総長。静岡県寸東郡清水村生。6歳の時父の仕事で上京、青山学院中等部卒業後、慶応義塾大学予科より、明治学院に進み卒業。卒業後、富山の商業学校教諭。 第六高等学校教授、慶應義塾大学教授、明治学院高等学部講師を歴任、英語と英文学を教えた。1936年、辰野九志らと共に、ユーモア作家クラブを結成、1937年11月より、機関し、ユーモアクラブを創刊し、ユーモア文学の発展に尽力する。国際マークトウェイン協会名誉会員。 1961年児童文化功労者。1962年死終法庄。81歳で、心筋拘束のために死去。日本のユーモア小説の先駆けにして第一人者。学生時代より、夏目漱石、マーク・トウェイン、ジェローム・ケイ・ジェローム等の欧米のユーモア作家に影響され、多数執筆。その作風は、良識に、 裏打ちされたユーモアに富み、昭和初期のサラリーマン階級を舞台に、家庭的な笑いに焦点を当てている。そのうち18作品は映画化されている。1974年に講談社から15巻の佐々木、国全集が出版された。相葉裕二は彼を評して、佐々木国氏は、もし、日本語という言葉の障壁がなかったら、世界で最も知られたユーモア作家の一人に、 なっていただろう、と書いている。ありがとうございます。